南方占領地切手とは、第二次世界大戦中、日本が占領した東南アジア諸国において、発行された切手に対する総称である。1941年12月8日の新珠湾攻撃とマレー作戦により、日本は、米英と全面戦争に突入する一方、英領や乱領などの東南アジア全域に進行、やがて占領した。これら占領地においては、基本的に、 日本軍による軍政が敷かれたが、当然ながら郵便事業も摂取され、日本軍監督のもとで郵政が施行されることになった。その時に発行された切手が、通称、南方占領地切手である。この切手が発行された地域には、香港、ビルマ、スマトラ、アンダマンニコバル諸島、マライ、北、ボルネオ、ランイン、北東がある。当初は、 元々現地政府が発行していた切手をそのまま使用していたが、やがて国省や軍政当局者、あるいは郵便関係者の印が、かずりされるようになる。これをかすり切手と呼ぶ。その後、香港とアンダマンに困る諸島以外では、新規の図案で切手が発行されるに至り、これらを制すり切手という。制すり切手は、現地で印刷されたものもあれば、内地で印刷されたものもある。 1942年6月1日、最初に発行された、制する切手が、矢野切手である。これはビルマ郵政再建委員であった、矢野志蔵により、ラングルン郵便局にあった、事務用紙に、矢野の認め印を捺印されたものである。額面はなかったが、一案な切手の代用として使われた。なお、目打ちはついていた。その後、ビルマ郵便切手と、 日本語で表示された切手が発行された。1943年2月15日に国家紋章の切手が全面現地ビルマ文字表記で発行された。また、日本軍主導によりバーモーを原種とするビルマ国が1943年8月1日に樹立され、同じくビルマ文字表記の記念切手が6種発行された。ただし、1943年10月1日に 発行された普通切手では、ビルマ文字と日本語の表記がされていた。また、日本軍によって、ビルマからシャン地方が分離され、独自の切手が発行されたが、この切手の国名表記は、大日本帝国郵便、シャンである。ランインでは、軍政の担当が異なっていたため、ジャワ、スマトラのほか、セレベス、モルカ、西ニューギニアなどの西部地域の3つに分かれ切手が出された。 一部に、現地語表記がなされた、ジャワの貯金切手を除き、いずれも日本語表記を伴っている。国名表記は、大日本帝国郵便、ジャワと、大日本帝国郵便、スマトラ、海軍民政府であった。シンガポールを含むマレーの各州では、マライ、ボルネオ島では、北ボルネオの国名表記がなされた、聖スリ切手が発行された。いずれも日本語表記による切手であった。 普通切手のモチーフの中には、湘南と解消したシンガポールにあった湘南神社や湘南中霊堂など、日本による公民化政策の一環で設置された施設も描かれた。当初はアメリカ自治領時代に発行された切手に英語表記を塗りつぶした上で日本語のカタカナでかズり、した。そのため、切手上からは創始国がアメリカから日本に変わったとアピールする意図が伺える。 ただし、このような処置が取られたのはフィリピンに限ったことではない。1942年11月12日に発行された食料増産運動事前切手ではタガログ語表記が採用されていたが、1943年に発行された製釣りによる普通切手は人郵便と日本語表記であった。また1943年5月7日に、 発行されたバターンコレヒドールカン1一周年、記念切手では、バターンコレヒドールカン1一周年記念章は18年5月と、日本語のカタカナで書かれていた。そのため、フィリピンを占領した日本軍の切手上の政策はある、種のブレがあったとも言える。その後、フィリピンの懐中策として、日本軍主導によるホセラウレル主犯のフィリピン大に、 共和国政府が樹立されると切手の表記はタガログ語に完全に切り替わった。香港では従来、香港郵政による切手が発行されていたが、香港を占領統治した香港総督府は日本切手をそのまま使用したため、香港では独自切手の発行がなくなった。しかし、大戦末期には日本軍が軍票を乱発したためインフレーションが発生し、内地の郵便料金よりも、 はるかに高額となった。このため、日本国内で当時発行されていなかった1円50銭や3円の切手が必要になった。そのため、暫定対応として、日本切手に香港総督府暫定3円などの文字をかずりした3種類の切手を1945年4月16日に発行した。 高額面の切手自体は発行されていたが、電話料金等を納入するためのものであり、1円、5円、10円しか額面はなかった。そのため郵便にはほとんど使う機会がなかった。ありがとうございます。